さあ慶応義塾としては絶対に今日の試合負けるわけにはいきません。負けた瞬間に早稲田に優勝をさらわれます。三塁側満員の応援スタンドからは若き血が歌われます。春秋連覇という高い目標を掲げました。その中で開幕カード法政に2連敗勝ち点を奪われました。ただその後奮起した慶応ナインたち、明治、東大、そして立教から勝ち点を奪って現在勝ち点3、2連勝で優勝決定戦に持ち込めば優勝の可能性が見えてきます。慶応義塾はこの回好打順です。2番の梅野が左バッターボックス。まあ、先週慶応義塾は1週秋週だったんですが、その間の練習中この梅野は早稲田に勝つことだけを考えて練習してきたというように話しています。空振り三振、出塁することはできませんでした。ピッチャーの頭の上を越えていった。セカンドボール取る、一塁送球、ワンバウンド送球はアウトです。キャプテン川原右京、やだわといった表情。センターの前へと抜けていこうかという打球、キャプテン川原とってワンバウンド送球。矢田も全速力で一塁ベースを駆け抜けていきましたがアウト。ツーアウトランナーあります。2番3番と倒れてバッターボックスには4番の横尾です。試合を決めるバッティング、チームが勝つ点を挙げられる選手になってほしいと言われました。ただここはファーストゴロ、ベースを踏んでいます。早稲田大竹、この回は慶応義塾2番からの好打順、梅野、矢田、そして横尾と三者凡退に抑えました。この早慶戦一つでも勝てばその瞬間優勝が決まります。早稲田一塁側満員の応援スタンドからは早稲田大学の校歌が歌われます。3シーズン連続のこの早慶戦が優勝がかかった試合となりました。春のシーズンは目の前で慶応義塾に2連勝を許して優勝をさらわれました。秋のシーズンでは試合に敗れて明治に優勝をさらわれました。今シーズンこそは強い思いがあります。セーフティーバント、横をボール取る、一塁送球、素晴らしい送球がいきました。先頭バッター川原を打ち取った慶応義塾先発加藤。
今シーズンこそは、その思いは今日集まった早稲田応援スタンドのファン、そしてメンバー全員にあります。しかもそれが宿命のライバル、永遠のライバルと言われている慶応義塾を倒しての勝利なら、その喜びはひとしお。これで3ボール1ストライク。あと2イニング、この大竹0点に抑えれば早稲田優勝が見えてきます。外のボールにバットが回りました。ここまで早稲田が放ったヒットは2本、奪った得点はわずか1点、慶応義塾が放ったヒットは1本です。ここまで無得点、1対0試合が進んでいます。2年生の大竹が本当に素晴らしいピッチングを見せています。低め外れました。出すと厄介な足の速い 50m5秒8、 重信慎之介を出しました。今日盗塁1つ決めています。2球目も外れました。優勝が目前に迫っています。ライトへ、ライト線、フェアです、フェアです。重信はセカンドベースを蹴って、サードベースを蹴って、俊足を飛ばしてホームに帰ってきた。早稲田2点目、貴重な追加点が入りました。優勝に向けてキャプテンのバットから追加点が生まれました。惜しかった追加点、2番キャプテンの川原右京、この場面でしっかりと結果を残しました。早慶戦に向けてはチームが苦しい時に打つこと、チャンスで自分に回ってきたら流れを呼び込むような一打を放つだけですと。初球打ちレフトです。斉藤ボールを掴みました。早稲田欲しかった追加点、2番頼りになるキャプテン川原右京のバットから生まれています。1点を追加して2対0、優勝に向けてあと2イニングです。